macOS で HP プリンターの暗号化認証情報の期限切れが表示された場合の修正方法 macOS から印刷したときに暗号化認証情報の期限切れエラーが表示され印刷できない場合がありますこのエラーはエンベデッドウェブサーバー EWS に期限切れの証明書がある場合に表示されますこのエラーを解決するには EWS から新しい自己署名証明書を生成します HPSmart HP がインストールされていない場合は 123.hp.com またはアプリストアから無料でダウンロードします。HPSmart アプリのホームページでお使いのプリンターの名前または画像を選択してプリンター設定を選択します。 詳細設定またはエンベデッドウェブサービス EWS を選択しますログインまたは証明書のウィンドウが表示されたら情報を入力して EWS を開きますネットワークの概要を選択しますネットワークの概要ページで下にスクロールしてセキュリティを選択します証明書をクリックします設定を選択して新しい自己署名証明書を作成を選択します 次へをクリックして、新しい自己署名証明書を作成します。終了ボタンをクリックして EWS を閉じます。有効期間が10年の証明書が新規に生成されます。HP サポートの YouTube チャンネルには、他にも役に立つ動画を多数用意しています。